株式会社は日本の大手建設機械メーカー、神戸成功グループに属する。建設機械、運搬機械の製造、販売、サービスなど1999年秋、NEDO からの受託研究事業として研究がスタートしたハイブリッド技術。理論も技術もゼロの状態から2006年春に燃費40%削減を達成した。 世界初のハイブリッド油圧ショベルを開発した。2010年には SK80H として量産・販売を開始し、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞。2012年に発表された20トンクラス SK200H-9 では、発電電動機と旋回電油モータを採用し、大幅な燃費削減に成功した。そして2016年、 業界初のリチウムイオンバッテリーを採用した SK200HL 0が完成。大型の発電電動機を大容量のリチウムイオンバッテリーで駆動することにより、エンジンを継続的にアシストし、負荷を大きく軽減。低燃費と作業量アップを高次元で両立。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ V イコール RVST7N123K& リストイコールプレックス7ハスブコット4 u ハーツマイナス7 0ヤクト 3RX09J1S1C8NEDO 国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構都市部の工事では騒音や防人対策といった周辺環境への排除と現場での安全性の確保がより求められる 2001年、極低騒音のスローガンの元低騒音化プロジェクトがスタート。神戸製工神戸総合技術研究所と連携し、6年間の試行錯誤を重ねた末に、新発想の低騒音メカニズム、インドアを開発した。エンジンの冷却方法に、ダクト化、オフセット、マスクという3つの考え方を取り入れ、確かな冷却性能を維持しながら大幅な。 低騒音化と防塵性、メンテナンス性の向上を実現した。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、V コールインク q ユキッククローラークレーン、マスターテック 7120G。広島市の平和大橋歩道橋工事で同社の建設機械に記載されている、ローマ字と数字の組み合わせの例は、新興コベルコ、車両重量、 ホイールローダー、つまり SK125W の場合進行コベル個性の12.5トン、ホイールローダーと識別できる。自社開発した世界一の作業高さ65メートル超を実現した超大型ビル解体専用機 SK3500D が世界一のっぽなビル解体機としてギネスブックに認定されている。2016年米国サウスカロライナ州。 スパータンバーグ軍の油圧ショベル新工場が稼働を開始。簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化について神戸、成功ショプレスリリースコベルコ研究株式会社とコベルコクレーン株式会社の経営統合について神戸成功ショプレスリリース。ありがとうございます。